やあ、どうもマリサだぜ。やっほー、霊夢だよ。どうもです、ヨウムです。デッドバイデイライトをやっていくぞ。パフパフ。今回はマイケルを使っていくんだね。この前は結構苦戦したから練習したくてな。山岡邸は結構見えにくいわよね。あのマップで見つけるのが上手なキラーさんすごいよね。ああ、すごいと思うぜ。どこに行ったんだろう。あそこにいるわね。なかなかちゃんと見つけられないね。発電機が爆発したわね。さっきの子が気になるが様子を見に行くか。見つけたぞ。ネブちゃん一生懸命回しているわね。早く逃げないと危ないよ。ネブちゃん。接近に気づけなかったのかしら。レベル1の状態だと注意して周りを見ないと気づけないからな。かなりびっくりしたかもね。飲み物をひっくり返しちゃったかもしれないわよ。ありえるな。すまんかったなネブちゃん。ネブちゃんが救助されたね。様子を見に行ってみましょう。了解だぜ。足跡があるね。もう逃げちゃったのかしら。周りを見てみるか。お、あれはジェインちゃんが助けたのかしら。ネブちゃん、よいしょ。ネブちゃん、ついてないわね。足跡が見えたよ。さっきのジェインちゃんかな。誰かいるわね。やあ、ジェインちゃん。ネブちゃんのゲージがまだ慣れていなかったのかもね。驚かせちゃったりいろいろすまんな。ネブちゃん、次は脱出してね。こうらしょ。ジェインちゃん仲間重いね。すぐ助けに行こうとしていたもんね。きっとすぐに助けてもらえるさ。救助されたわね。いいぞ。お、誰かいるな。発電機がついたよ。今のところはいい感じね。声が聞こえたね。ああ、下に降りたな。ジェインちゃんが回復したわよ。うまく救助できたね。そうだな。いたわね。あの子は最初に見かけた子かな？多分そうだと思うぜ。このミンちゃんには苦戦させられそうね。ああ、まだ索敵能力が低いから強敵になりそうだ。今だ。そこに窓があるよ。しまった、忘れていたぜ。今乗り越え早くなかった？マイケルはレベル3になると窓枠の乗り越えが早くなるんだ。このタイミングは悪くなかったね。ああ、運が良かったぜ。やめてー、眩しい。こういうことがあるから音はとても重要よね。音が聞こえなかったら確実に見失っていたぜ。このミンちゃん上手だね。ああ、未熟な私には結構厳しいぜ。この位置はきついんじゃない？もらったぜ。みんちゃーん。うんこらしょ。捕まえられてよかったね。ああ、最初でこのみんちゃんを狙っていたら今頃2、3個ついていたかもな。頑張ったね、みんちゃん。みんちゃんが救助されたわね。ナイス救助だね。この発電機がついたのか。いい加速ね。あれは全力疾走。走り出しの3秒間 150% の速度で走ることができるんだ。いいパークだね。うまくやれば今みたいに一撃分かわすことができるし救助にも早く行けるからいいパークだと思うぞ。戻ってきたわね。迷ってよかったぜ。それってあまり良くないよね。まあ結果オーライね。ナイス。いいターテだぜ。どこ行ったんだ？音を鳴らしてくれたわね。音がしなかったら気づかなかったね。ああ、助かったぜ。くらえ。ナイス。やるな、メグちゃん。いい動きね、メグちゃん。ナイスチェイスだよ、メグちゃん。そこに行くのは危険だよ。板はもうないわよ。今度こそ、くらえ。メグちゃん。どっこいしょ。それにしても見つけるの大変ね。結構時間かかるね。お、今のはついてるぜ。ジェインちゃん見つかってるわよ。早く離れないと。ナイス。いいタイミングの救助だな。やるわね。あまり凝視しすぎないようにしないとね。一人から取りすぎるといざという時にレベルアップできないからな。これは、ついてないね。ジェインちゃん。よっこいしょ。どこだろう。ナイス。
やっぱり仲間思いだな。素晴らしいぜ、リンちゃん。ナイスブロック。すまねえ、追わせてもらうぜ。頑張って、リンちゃん。なんでため切っちゃったの？止めるつもりが失敗したぜ。リンちゃん。君はいい奴だ、リンちゃん。次は脱出できるといいわね。また会おうぜ。発電機3つで残り2人か。これはサバイバーさん側は厳しいわね。きついと思うぞ。ナイス。いいね、まだ諦めていないな。頑張って、まだ可能性はあるよ。やあ、みんちゃん。やべ、ライト持ってるの忘れてた。なんとか見つけられたわね。マリサ、左左。お、左？見失っちゃったわね。あれはメグちゃん。やあ、おひさ。さっきからいい位置に逃げてくれるわね。ああ、見失わないで済むぜ。頑張って、メグちゃん。もう真っ赤っかね。これ以上は吸い取れなさそうだな。ナイス。やるな、メグちゃん。ここなら届きそうだ。いらえ。メグちゃん。落下したわね。ここにはいないみたいだな。でも近くにいそうだよね。とりあえずメグちゃんを担ぐか。あ、みんちゃん。すまねえメグちゃん。少し放置させてくれ。頑張って、みんちゃん。逃がさないぞ、みんちゃん。レッドハードか、やるな。だがここまでだぜ。外したわね。外したね。今度こそ、くらえ。みんちゃん。手強い相手だったぜ。まだ終わっていないわよ。ハッチ脱出の可能性が残っているよ。確かにな。また会おうね、みんちゃん。メグちゃんがいないな。もうハッチのところまで行ってるのかも。頑張って、メグちゃん。お、ハッチ見っけ。これは仕方ないわね。あ、メグちゃん。どうするの？うん。もう一歩だったね。メグちゃん。次はきっと脱出できるよ。どうしたの？先にハッチを見つけたメグちゃんの勝ちだ。せっかく捕まえたのにいいの？あ、また会おうね、メグちゃん。バイバイ。よく逃がそうと思ったわね。ハッチがなかったら吊るすつもりだったがな。確かに。あの状態で吊るすのも心苦しいよね。ああ。それに仲間思いの人たちと試合できただけで私は満足だぜ。できるなら勝つに越したことはないけど、楽しめたかどうかは大事よね。もちろん相手に失礼だから常に全力だけどな。相手のことを褒めることができるプレイヤーになりたいね。そうね、頑張りましょう。ああ、もちろんだぜ。よし、今回はここまでだぜ。最後まで見てくれてありがとね。次回も見てくれると嬉しいです。ご視聴、ありがとうございました。